とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、スパイダーマンやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、ストーリー、進めていこうね。次はどういうことになってくるんだい？行ってみよう。電話くれて嬉しかった。一休みしたかったし。なんで？いろいろとあってね。実はさ、フィンの家族の店に行ったんだ。いるかと思ってさ。僕が着く前に誰かが争った跡があったけど、店の中入っていろいろ見てさ、リックのこと知った。気の毒に。他に何を見たの？手伝いたいんだ。本当のことを教えて。おばさんに怪我させて本当にごめん。新人スパイダーマンが現れなきゃ怪我人は出なかったのに。私を説得しようと思わないで。間違ったことはしてない。わかった。そう、まあそれが私の秘密。それで暇なかったんだ。で、あんたはどうなの？ああ、ほら、学校にフィーストのボランティアでそんなのいつもやってたことでしょ。本当の理由は？本当の理由は最近自分が背負える以上の責任を持つことになって、友達を遠ざけてたんだ。でも今日から変わる。フィンのクラブに加わりたいなって。クルー？チームかな。ああ、どうかな。僕もリックは大好きだった。フィンの気持ちはわかる。助けがいるなら手伝うよ。断るなら心配しないで。秘密は守るから。あんたってほんといいやつ。わかった、行こう。どこに？高いとこ苦手なのに。大丈夫だから、私がついてる。え？アンダーグラウンドに実力を示すの。フィスクタワーに着いたら、ね、内部潜入するんだな。隠れが？あいつが刑務所に入って不動産が没収されたの。あ、でも最近そういえばこいつらは出てきてなかったな。どういうきっかけでアンダーグラウンドのティンカラーになったの？私は鍛冶屋みたいなもん。全部作ったんだ。マスクも。なるほどね。プログラマブルマター。そう。アンダーグラウンドがおじいちゃんの店に盗みに入った時に見られて契約したの。フィンの狙いはクリーガーだけど、彼らの狙いは？銃以外にさ。知名度。好き放題できるくらい存在を知らしめたかったの。でもそれって。一人じゃロクソンを倒せない。来て。クレーンからあのバルコニーにジャンプして。高いな。怖くないって示して。見られてるの？窓の奥から。みんな通る道だよ。ほら、平気だってば。おお、俺だったら絶対こんなん通らん。高いでしょ。うわ、カイジか、これカイジだわ。行こう。え、結構高いよ。おお、
で正式に仲間入り。そう。でも油断禁物、みんな新人には当たりがきついから。ここで計画を練ってるんだ。計画ね。どうしてニューフォームを積みに盗んだんでしょ。容器をたった1個だけね。計画は調整中。とにかく今はここに馴染んで。わかった。ああ戻ったの。ギャビンが探してた。今は無理、新入り入ったし。あっそ、すごい。全部フィンが作ったの。そう、武器さえ作り続ければ裏切られない。それプログラマブルマターの剣。新しい敵には新しい武器を。スパイダーマンのこと。今週の迷惑のゲストナンバーワン。下の階は出る。ガンキに連絡しよう。早くプラザ思い出してやりたい。まだ手がかりを。こっち？下に降りれって？誰からなの？あ、母さん。ほら、うちに帰れって。今すぐ？本気？うん、ギプスつけてるから料理手伝わなきゃ。私のこと言った？ありがとう。あっちから出られる。すぐ戻ってくるでしょ。もちろん。下に秘密の階があるってことか。よし、じゃあこっからスパイダーマンとして出動だ。ガンケ、今通気口。よっしゃ、ニューフォームの隠し場所分かった？まだだよ。多分大掛かりな戦闘になりそうだな。後をつけてくつもり。なあ、通気口を這い回るとき映画の主人公気分になってハラハラする鼻歌を歌ったりしないので、捕まってワニのいる檻に吊り下げられてガムの包み紙で爆弾作って脱出みたいなさ。何それ、ないよ。聞いてみたかっただけ。うわ、吹き抜けいるね。トレーニング中のアンダーグラウンドを倒したら結構多いぞ。探そう。まあとりあえず高いとこにいるやつらからちょっと攻めていこうか。おい、完全に見つかりそうだ。どう行くか。こうでしょ。やっば、完全に見つかるやつ。よし、一番高いとこ取れればちょっと安心かな。この下のレーンは安全だね。できれば全員ステルスでやっていきたいところ。ここどうだ。全員は無理か。いや、いける、全員いける。よし、オッケー、全部ステルスでいった。絶対どっかにはいるって。私は目的のある。え、どこだ。フィスクがインタビューで言ってた。どういう意味。どこにある。さあな。でもあいつの家でアートに隠された秘密の通路が見つかってるだろう。どこだろう。ってことは。そうか、なるほどね。見てみる。え、おー、こういうこと？うわ、秘密の階段だ。はい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 、まあ、意外と分かりやすかったけど。よしよしよし、
ステルスもね、だいぶ慣れてきた。いい感じ。前はね、もう本当ステルスチャレンジでレベル3とか言ってたから慣れてるはずなんだよね。何が出てくる？やば、やばいぞ。あ、こういうことね。これでよかったんだ。カモフラしなくてもよかったか。まあいや、すぐ溜まるし。今の聞いた？ニューフォームで体調崩してるって。しかも全然気にしてなさそう。お、いる。ニューフォームは無事？移動できた？アップタウンのラボに。ガンケ、ニューフォームは移動したって。容器が安全かは分かんないけどね。なんか暑くて音も鳴っててヤバそうだった。スパイダーマンの力のせい、構造がおかしくなってる。触れなってみんなに伝えて。隠れ家だ。あのどれかにニューフォームが。クリアな画像くれたら絞り込めるぞ。得体の知れない代物なんだぞ。成分も出所も私の兄さんが作った。主任科学者でもロクソンに殺された。ロクソンを潰すまでやめるつもりはない。みんなは聞く必要ないだろう。そう。電気がいる。ジェネレーターに車のバッテリー、何でもいいから劇場に持ってきて。スパイダうわ、新しい武器だ。マジか。おい、新技覚えた。何、上のブラッシュかっこいい。あぶね。この武器やべえな。あぶね。やばいやばいやばい。そう、ベノムダッシュやばい。超ダメージいくじゃない。ベノムダッシュめちゃくちゃいいよ。よし、待って、誰かいる。はい、この武器がこれからちょくちょく出てくるわけね。あっぶね。おい、結構強え。はい、嘘。はい、しゃ、なかなかやるね。地図の画像をきれいにしてみたぞ。アンダーグラウンドはフィスクの建設現場をアジトにしているっぽい。アジトは3カ所か。オッケーオッケーオッケー、わかった。じゃあ次からは新しいアジトに行くっていうことね。オッケー。敵も武器もどんどん強くなってきて、ちょっとやばくなってきた。まあ、またねストーリーやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。